皆さんこんばんは100円です。ということでですね、毎日ちょっと気になったニュースを取り上げて、あのーまあのまこの携帯の、あこっちか。て <laughs> 見せながら話すっていう、全く編集しないですね、放送を、これから毎日、平日やっていきたいと思います。ということでですね、まあどこ見ても、えー、どのウェブサイトに行っても、SMAP の情報がもういろんなとこありますね。 今日は、えー、アメリカでは月曜日、日本だと火曜日なんですけども、まあ、スマスマがもうすでに放送されてて、えー、最高視聴率が31.2%ということです,すごいですね。まあ、いろんなコメント来てますけど、まあ、まあ、フジテレビでやったんですね。まあ、すごかったと。瞬間最高視聴率は40%くらい出しとったんやろうな、とかね。そうそうそう、なんか、バルスっていう、 あの天空の城ラピュタが放送された時にバルスっていうセリフを言うところがあるんですけどそこでみんな一斉にツイッターでバルスって同時に言うんですってでそれでツイッターがいつもあのサーバー落ちそうになるんですけど今回落ちなかったんですよなのにスマップの時には落ちたっていうね <laughs> それくらい <laughs> みんな見てたっていうかまあそうなんですねすごいねこの記事はいいやで まあいろんな物議が醸し出されてますけど、まあ、その SMAP が立てた時に何でキムタクが真ん中に立てたのかとでなんでキムタクのネクタイだけ白かったのかとか何で草薙さんはキムタク木村さんのおかげで謝罪する機会があったって言ったのかとかいろんなその <laughs> …疑問なところが <laughs> あるみたいでキムタクと草薙さんのなんか間 間も距離がなんか通常よりも空いてたとかなんかインターネットでやっぱみんないろいろ言うんだよね。で、スポーツ新聞でもなんか公開処刑とか言って中居さんの写真が上がってたりとか、あのイスイスのイスイスってあのテロリストいるじゃないですか。あれに合わせてこう中居さんとか草薙さん、稲垣さん、香取さんはオレンジの,あのオレンジ色の,あの服着てさ、キムタク側の黒いなんかマスクみたいなの着てさ、よくやってんじゃないですか。日本人が テロ,テロリストに使った時もそういうビデオ流れましたけどあんなようなどあの写真作ったりとかねやっぱインターネットの人たちはやっぱり残酷だな <laughs> 怖いわ <laughs> だけどやっぱそういうのもあるしさかなりこれネタなってますねでもこれこの SMAP の件がネタになったおかげで得してんのはベッキーだよねベッキーのその浮気の話がもうかなりどっかに飛んでっちゃったもん 頭の中にももないもんね今このスマップの話でいっぱいいっぱいでで結局解散するのかしないのかも分かんないままスマスマで謝られていなくなったって感じなんで一体これからどうなるのかっていうねなんかキムタクはもう次の時期のそのなんていうの上のジャニーズでの上のポジション約束されたみたいなことでさまああくまでも噂ですけど結局 5人全員でジャニーズから独立して SMAP として頑張ってこうねっていう話し合いがあったのかなとだけど結局最後の最後でキムタクはいや俺はジャニーズに残るよってことになってまあ4人だけで独立してもね SMAP じゃないんで、まあ、キムタクいなかったら SMAP じゃないんでじゃあキムタクが残るんだったら俺たちもジャニーズ事務所に戻んなきゃいけないねっていうことで。 まあ、あの4人も、まあ、戻ったと。ただ、キムタクはね、最初からジャニーズ裏切ってないで残るって言ってるから、まあ、独立しようぜって言い出した中居さんとか、他のメンバーは、まあ、謝罪しないと戻れないっていうことになったんじゃないかなって、インターネットで言われてますよね。怖いね。<laughs> 果たしてどうなってしまうのか。もうでも、全部これ、ニュース。ほぼないもん、他の。まだ、あ、なんか、なんだったかな。ないな。 これだけだな。どこ見ても、どこもかしこも。ゲームブログだってこの記事ばっか扱ってんすよ。八幡さんだって、あの俺的ゲーム速,速報さんだってこのニュースばっかりだもん。ゲーム関係ないんだけどね。別に見る側なんでいいんですけど。まあそういうことみたいです。まあ。まあ何はともあれ僕もスマップ世代なんでね。うまくいってくれればいいですけど、ただやっぱ中居さんのあの顔だけはひどかった。<laughs> スマスマの生放送のあの顔はひどかった。うん、早くね、あのー、まあ、頑張ってほしいんですけどね。ということでニュース終わります。ご視聴ありがとうございました。また明日お楽しみください。ということで、ピースアウト。